続いて行われますトラック競技、今大会最も速い男を決定いたします。3年男子 100m の決勝、それでは出場する選手を連順にご紹介いたします。第1レーン貝谷真央君、葛飾。第2レーン富谷明義君、篠台西。第3レーン和賀光志君、本能。第4レーン加瀬空君、長州第六。第5レーン三瀬大志君、高柳。第6レーン宮地幸太郎君、木更津第二。第7レーン大木翔太郎君、光。第8レーン玉井幸太君、高野。以上の8名によりまして3年男子 100m の決勝です。第4レーンの加瀬君、予選準決ともに11秒03。さあそしてこの決勝は追い風 0.7 メートルの中でのレース。わあという歓声といいますか、ため息といいますか、ドンピシャリの11秒00。3年男子100の、興奮冷めやらぬところですが、先ほど終了いたしました3年女子 100m 競争決勝の結果を申し上げます。1着は5レーン渡辺さん幕張本郷、時間11秒98、大会新記録です。2着は3レーン越川さん光、時間12秒40。3着は8レーン富岡さん栗本、時間12秒53。さあここまでが全国大会の標準記録突破です。おめでとうございます。そして4着は7レーン森田さん稲毛、時間12秒56。5着は4レーン山本さん大山口、時間12秒63。6着6レーン佐藤さん福江、時間12秒68。7着1レーン藤沢さん阿鼻子、時間12秒72。8着2レーン山田さん野田南部、時間12秒73。この時の風は追い風 0.4 メートルでした。